噛み始めました。うわー、頭が出てきた。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。秋になるとオオスズメバチが日本ミツバチの巣を襲いにやってきます。オオスズメバチは巣の中に侵入して幼虫やサナギ、ハチミツをすべて奪ってしまう恐ろしい天敵です。オオスズメバチから日本ミツバチを守るためには出入り口の大きさを狭くすることが大切です。はい、そこで今回はオオスズメバチがどのくらいの大きさまでなら入ることができないのか実験をしてみようと思います。日本ミツバチを飼われている方はいろいろな工夫をされていると思いますが、その参考になったら嬉しいです。それではスタート。はい、それではまず実験に協力してもらうオオスズメバチを捕まえに行きたいと思います。お、なんかいるね。あ、いた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 。あれか、お尻、あ、切る切る、なんか、うん。ではこの虫かごの中に入れます。あ、出ちゃう出ちゃう出ちゃう。捕まえました。それでは実験に移りたいと思います。はい、実験に協力してくれるオオスズメバチがこの子です。元気そうですね。今回はこんな道具を用意しました。こちらはベニヤ板に直径6ミリ、8ミリ、10ミリの穴を開けたものです。このベニヤ板をオオスズメバチが入ったプラケースの上に乗せて外に出れるのかどうかを観察したいと思います。それではやっていきましょう。はい、ではまずプラケースを裏返して外して、よいしょっと。はい、これで入りましたね。で、ガムテープで留めて固定します。こんなのかな。はい、穴の大きさは6ミリ、8ミリ、10ミリとありますが、小さい方の6ミリから試していきます。なのでこの2つは閉じておきます。はい、しばらく観察していたんですが、オオスズメバチがこの透明のところを歩き回ってしまって、なかなかベニヤ板の方に来ませんでした。これはおそらく明るいところが出口だと思っているのではないでしょうか。なのでこの周りを暗くする必要があります。はい、そこでネクウォーマーを用意しました。これで周りを覆ってベニヤ板の穴からしか光が入らないようにしています。で、どうなるでしょうか。ちょっとここも開けてみますか。はい、ネックウォーマーで周りを覆って暗くしてみましたが、それでもダメでした。カゴの中が広すぎて歩き回ってしまうのがいけないのかなと思ったので、こちらのエンジン缶を用意しました。こちらにオオスズメバチを移動させて試してみたいと思います。出てきてください、出てきてください。お、わ、すごい、なんて素直な子なんでしょう。はい、そんな簡単にいくと思わなかった。すごい。はい、
さらっと入ってくれました。いやー、とても協力的ないい子ですね。後でお礼に蜂蜜をあげようかなと思います。じゃあこれをこうして、ここで固定して、狭いですね。はい、エンジン管を6ミリの穴に固定しました。これでひっくり返すとオオスズメバチは上に来るので、この穴に気づいてくれるのではないでしょうか。滑るのかな。あ、行かなさそう。お、やっと穴の存在に気づいて噛み始めました。はい、オオスズメバチが6ミリの穴のところをかじっていました。さすがに6ミリだと通れないみたいなので、次の8ミリに行きたいと思います。その前にもうこのオオスズメバチには30分以上協力してもらっているので、ちょっとお疲れかと思います。なのでハチミツをあげてハチミツ休憩を取ってもらうのと、このエンジン管の内側がやっぱり滑りやすいようで、ちょっとツルツルしちゃっていたので、エンジン管の内側にガムテープを貼って滑り止めにしたいと思います。それからこのエンジン管の先っぽの方を暗くするのにガムテープを巻いて光が入らないようにしたいと思います。はい、それではまずこのプラケースの方に移します。なんかこのままポトッといけるか。うん、内側に貼って、プラスチックでツルツルしてるのでガムテープを貼ることによって多少は滑り止めになるんじゃないかなと思います。で、このエンジン管の半分から下ら辺をガムテープでぐるっと一周巻いて光が入らないようにします。はい、エンジン管の改良はこれで OK です。それでは蜂蜜タイムですね。オオスズメバチにあげる蜂蜜は日本蜜蜂の蜂蜜を用意しました。こちらは 1g15円の、まあ、結構いいお値段する週末予報の蜂蜜です。この注射器の先っぽに蜂蜜をつけてあげたいと思います。どうぞ食べますか。お疲れ様です。ご協力ありがとうございます。あ、食べてますね。お腹減ってたのかな。美味しいですか。はい、どうぞ。一心不乱に舐めてますね。相当お腹が空いていたのかもしれません。蜂蜜たくさんつけたのにあっという間に綺麗になりました。相当お腹が空いているようです。見て、左の前足が注射針にかかってて、なんか押さえて食べてるみたい、かわいいですね。はい、それでは蜂蜜タイムも終わったので8ミリの穴を試してみたいと思います。まずはオオスズメバチを
この細工したエンジン管に入れます。ここに入ってください。こっちに入ってください。入ってください。入ってください。ナイスです。はい、8ミリのところに設置が完了しました。それでは出れるのかどうか観察していきたいと思います。うわ、すごいすごいすごい、うん、すごい、さっきより威勢よく噛んでます。やっぱり蜂蜜でパワーがチャージされたのでしょうか。この噛む音もさっきより勢いがあるように聞こえます。わあ、すごいですね。ニホンミツバチがオオスズメバチに襲われた時はこういうアングルで巣箱の中から見てるんですね。もう通ることはできませんでした。ですが強靭な顎でベニヤ板を噛んでいたので通れるようになるのは時間の問題だと思います。次は10ミリに移りたいと思いますが、その前に少しだけ蜂蜜タイムしようと思います。はい、蜂蜜です。今も入り口を噛もうとしていたんですが、蜂蜜が入ってきた途端舐め始めました。美味しいものには目がないのかもしれません。はい、これでまた蜂蜜パワーがチャージできたので10ミリの方に移していきたいと思います。10ミリの方で出ることができたらそのままお家に帰ってもらおうと思います。はい、それではエンジン管を10ミリの方に移動させます。はい、OK。それでは10ミリの方行きたいと思います。なんか速攻出てくるね。私攻撃されるかな。いや大丈夫、びっくりして逃げてる。はい、うわー、頭が出てきた。あれ、あれ意外と通れない。あれ10ミリだったら一瞬で通れるかなって思ったんだけど、噛んでますね。丸だとやっぱり狭いんですかね。横幅が結構広いんかな。実は頭とかもさ、高さは相当低いよね。こう出してて、うん、頭は通ると思うんだけど、お腹のところが太いのかな。お腹が一番太いよね、うん、なんかさ、人間とかさ、なんか哺乳類とかってさ、頭が通れば全部通るみたいな言うじゃん。オオスズメバチは違うのかもしれないですね。超小顔でスタイル抜群ですからね。はい、30分観察しました。頭は全部出るようになったのですが、胸やお腹の方が太い中、全身出るまでにはいきませんでした。かなり長い間拘束してしまったので、このオオスズメバチはここで逃がしたいと思います。はい、ありがとうございました。もう自由の身です。ちょっとお疲れなのかな、なんか毛づくろいみたいなしてますね。飛べるか？
はい、エンジンカーの中にオオスズメバチが噛んだ木くずが入っています。ちょっと出してみましょう。うわ、すごい、たくさんの木くずが入っていました。これだけ噛んだんですね、すごい。はい、実験が終了しました。10ミリの穴はあっさりと通れるだろうと思っていたのですが、結構苦戦していました。オオスズメバチは強靭な顎で噛み砕いて入り口を広げるので、もう少し時間があれば広げて通り抜けれたのかなと思います。11ミリや12ミリの穴だったらもっと簡単に通り抜けるでしょう。はい、ただオオスズメバチの大きさには個体差があって、先ほどのオオスズメバチはやや大きめかなというような感じだったので、もう少し小さいオオスズメバチだったら10ミリでも簡単に通り抜けれたのかなと思います。はい、週末予報の日本ミツバチの巣箱の入り口は7ミリに設定してあります。オオスズメバチは通り抜けることができませんが、この実験を見てしまうと10ミリでも通り抜けられないんじゃないのと思うかもしれません。ですが今回の実験は丸い穴で試しました。ニホンミツバチの巣門というのは細長い長方形の形をしています。同じ数字であっても丸い穴と長方形ではオオスズメバチの通りやすさは違います。なので次回は丸い穴ではなくて、ニホンミツバチの巣箱の出入り口をイメージして細長い長方形の穴で試そうかなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、以上がオオスズメバチが何ミリの穴まで通れるのか実験してみたでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウや、ニホンミツバチやオオスズメバチの生態を紹介しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になった、面白かったという方はぜひ高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。